はい、軽貨物運送業を展開しております合同会社もてなす便の椎根石原です。本日はですね、こちら、アディオさん、坂本さんのところでですね、屋上で、このずっと上で花火を見る予定ではございましたが、あいにくの雨ということで、急遽、室内での、竹しずバーに変更になるのかなと思います。ということで、まあ、雨が上がったら花火は見れるのかなという感じでございます。ということで本日もよろしくお願いいたします。